さあ、ということでね、4月、5日6日が、クラブパール2歳の誕生日ということで2周年ということでね、箱入りをしたのが、まあ、3月だったんですけども、まあね、それもあって、まあ、改めて、まあやらせてもらうということでアニバーサリーがちょっとくすぐったいなんかねやるようなね、やらせてもらうんですけども、本当にね、ねて難しくないまあ本当バカバカでもぶっちゃけね、まあみんなでね盛り上げてね、まあ楽しくやれたらないいなっていうのだからさ、好きだよね、でもね、20日に祝祭があるということでね、本当にね、これね、あるということで ね、みんなね、4月もね、いろいろね、新入生、転入生、いろいろあると思うんですけど、まあクラブパートもね、新しい気持ちで頑張ってくれて、よろしくお願いします、よいしょー、イエーイ、1分超えたでしょ。